WWS チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、広瀬香美です。あっという間でした。なんか噛み締めて歌おうと思ってたんですけれども、演奏もしようと思ってたんですけれども、あっという間で、お客さんの熱量にもう圧倒されてしまって、あっという間に終わってしまった。もう一回やりたいです。プロデューサーとしましては、いろいろな演目を一つのショーとしてつないで、いかにスムーズに楽しくエンタメとしてお届けするかということを大変苦労しました。の演出にも携わらせていただいて、とっても勉強になりましたし、エンタメって奥深いなって思いました。お客さんが一気に楽しんでいただけたなら嬉しいですけれども、私はもう音楽家ですので様々です。もう常にもう車の中だったり、寝る前だったり、お風呂にもスピーカーがあったりとか、常にもう一日中ずっと聞きまくっているので、なんか音楽あんまり苦手だななんて思う人、ぜひね、音楽を楽しんで日常に取り入れてもらいたいなと思いますし、私はその役目を果たす音楽家だと思っています。皆さんの日常に忍び寄っていこうと思っています。香美エキスポ24が終わりました。日本を音楽で元気に、勇気に、やる気にするんだというテーマで始めて2回目になります。私の人生をかけてこのイベントをずっと続けていこうと思っています。もちろん香美エキスポ2025もありますので、もしさまざまな音楽をさまざまな形で楽しみたいと思っていらっしゃる方おられましたら、また来年遊びに来てください。香美プロデューサーとしてお待ち申し上げております。